賃貸不動産経営管理士資格説明会始めていきます。担当はアレックス専任講師亀田です。よろしくお願いします。はい、それではですね、お題がですね、えー、賃貸管理士ってどんな資格、どんな試験、えー、などなどということで、えー、今回ね、まあ、えー、今年、まあ、最初の資格説明会ということなので、資格などのね、えー、まあ、説明あるいは試験の内容などの説明を中心にお話しさせていただきます。こちらそのお題となっている。 パンフレットね、えー、というように言いますか、レジュメですね、えー。もしご用意できたらご用意してみてください。えー、レックの、えー、各学校で聞いてくださってる方はお、えー、受付にね、えー、行ってこちらのはあまあ、印刷してくれると思いますのでご用意していただければ。それからまあ、ご用意できない状況の方も。 画面に大写しでえー、まあ話していきますのでまあ手ぶらで聞いてくださっても構わないと思いますはい、えー、このねまあレジュメに従って説明させていただきますはいそうですねまあお時間とするとまあ20分から30分、えー、頂戴いただければと思いますのでよろしくお願いしますねはいでまあ この、えーまあ、映像を、ね、聞いてくださってる見てくださってるということはある程度、下調べなどをしてね賃貸不動産経営管理士、えーまあ、これのことについて調べていらっしゃるかと思いますがまずどういった資格かそれからどういった試験かっていうところね、えー、それとちょっと最後に、まあ、関連資格である、えー、この聞いてらっしゃる方の中でも結構いらっしゃるかと思いますが宅建士との、ね、関連性を踏まえて、まあ、もう1つ、最後に。えー ちょっとねレックで、えー、まあ、ご用意している講座、えー、の案内などを、ね、こちらのカラーのパンフレットを使って、えー、少し説明させていただければと思います。でもしこのカラーのパンフレット、まあレックの学校で聞いてくださっている方はこれちらも用意できると思いますのでね合わせて、うんえー、用意してくださればと思います。はい、はいいでは行きましょうかね。まず、えー、賃貸管理士 賃貸不動産経営管理士名前があまりにも長すぎるので、えー、喋ってる途中で舌かんでしまう可能性があるのでちょっと略称させてください。賃貸管理士賃貸管理士、まあ、これもちょっと読みにくいことは読みにくいんですけどね、えー、賃貸管理士ってどんな資格っていうことです、えー、そして試験自体がどういう内容かっていうところですねまずこのねじめに従って、えーまあ、説明していきますのでまずは試験の内容からですね、まあ、どんな試験ですかっていうところこちらからちょっと見ていきたいと思いますが。 ま、えー、まず年1回実施されますそれが今年2022年になると計算上が11月20日ということですね、えーまあ、時間は午後の13時ということとなりますが2時間で形式としては4子択1つのマークシート、まあ、50問ですね、えーまあ、不動産系の資格でよくある4択50問これを2時間で回答していきます。 でまあ、一部ですけれども免除を受けている方ね、えー、免除はこれ講習を受けると、えー、これはねまあ5問これ免除を受けることができますが、まあ、その方は、えー、5問ね、えー、これはまあ引いて45点で考えてもいいし5点丸々ね、えー、まあ免除されるというふうに考えてもいいですはいまあ受けられる方はまたね考えていただければと思いますねはい、えー、でまあいずれにせよ、まあ、50問ね4択でやっていくということとなりますで 出題形式失礼します出題試験の範囲としますと、まあ、実施団体が発表しているちょっとここからは推測しにくいところなんですがざっくり言います、まあ、後ほどまたね、えー、触れていきますけれども管理住宅契約に関する事項、まあ、これはえどういう資格かというところなんですが、まあ、主に賃貸住宅管理業、まあ、管理する業界における資格ですので、えー、その管理するための契約ね受託契約これを行っていくこととなりますのでそれに関する事項ですね。 そそれからその賃貸住宅の管理となると主だって、えー、まあ住宅自体建物ですからその位置保全がこれが一番大切だということね、はいえー、これに関するまあ知識、えー、の事項ね、はい、ですから多少ですが、まあ、設備の問題であったり建築の問題であったりねえー、するところが取材されるところですねそれからまあ管理は管理なんですけど金銭、まあ、実を言うとこの位置保全のところもなぜ管理となるかっていうと お金が一番かかるところなんでねっていうところなんでまあ本質はお金の管理ということとなりますね,ねそうなってくると法律だけにとどまらず様々な金銭の知識ねはいそれからまあもちろん税金に関する知識なんかも出題されるところですねはいそれから、えーまあ 賃貸住宅管理業にとってはお客さん、ねえー、となるところが、まあ、賃貸住宅のオーナーですねでオーナーさんはどうやって、まあ、お金儲けしていくかっていうとやっぱりそれを貸し出していくのでその、えー、肝のところが分かっておかなきゃいけないっていうことで、えー、住宅の賃貸借に関すす。る知識が出てきます、えー、それから法に関する、まあ、その関連する法規ですね主だってこの賃貸借とか受託契約となりますと民法法律名でいうとね えー、それからどうしても、えー、建物の賃貸借ということとなると借地百貨法、まあ、そういった法律が、まあ、出題されるということなのでかなり広範囲に出題されるというところはね、えー、これは認識しておいてください、はい、では、えー、どれぐらいの人が受けてどれぐらいの人が受かってるかというところが同じ1ページ目の一番下ですね、えー、6年にわたって 申し込み者それから受験者ということとなりますがこれ実を言うとですね、まあ、ちょっと実験的な民間の資格の頃からそれから国で実施するそれから昨年なんかの令和の3年は実を言うと、まあ、国家資格ということねそれを前提としたものなのでかなり意味合いは違ってますが。 あの普通の資格試験がこんなにと、えーまああのえー、右肩上がりで上がっていくわけがないんですけどこの資格に関しては民間の資格の時代から、まあ、あいわゆる国で、ね、やるようになってそして国家資格ということで順番を追ってますので、まあ、だん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 申し込み者っていうのは増えてるところですね。はいえー、でもう一つもちろん受験者、えー、これも増えてるますということです。それとは逆に 合格率は、えーまあ、いわゆる民間の資格だった頃に比べるとやはり難しくなって当然でしょうね。えー、で、えー、平成の28年、えー、これなんかは55%半分を超える人が受かってたのに、えー、昨年、まあ、これは国家資格を前提にした資格の、えー、試験になりますと31%ーというところとなっております。はいえー、で,す、ね、でこれがどうなるかっていうところなんですが。 おそらく、えー、今は多少ですけれども、まあ、独占業務がなかったりしてこの賃貸不動産経営管理です、ねえー、賃貸管理士っていうのがありますがこれからやはり、えーまあ、賃貸住宅の、えーまあ、管理業界を担っていかなきゃいけないのでこ,れこの後、まあ下がりはすれど上がったりはしないでしょうね、えー、お,おそらくしばらくは30%程度でいくのかなという、まあ、それにしても10人受けると。 7人落ちるのか。と、えー、いうことなので、まあ、かなりり厳しい試験ではあります、まあ、そんな中で昨年でいきますと、えー、受験者3万人今日の中で1万人これだけの人たちが受かっているというところですね。はい、でこの先はおそらく、まあ、管理業界の中で必ず必要となってくる資格なので、えー、その辺の人数の挑戦を踏まえて、ねまあ、多少ですが合格率は変わってくるかと思います。はい それから、えー、合格基準点なんですが、まあ、あの民間の資格の頃からで、ねまあ、国家資格になる国家資格になるという段階があったので、えー、問題数自体が40問の時代がしばらく続いて去年おととしですかね、えー、そこから50問になりましたで合格基準点が、えー、多少ばらつきがあるんですよ。でちょっととと、特徴的なところを見ておくと えー、昨年ですね、えー、50問中40問これが、えー、基準点でした。えー、これ40点をまあ下回ってしまうと、まあ、合格率のところに入らずね、えー、これ落ちましたというところなので、えー、40点ね、えー、これが基準点ということとなります。 でこの基準点がどうなるかっていうことなんですがちょっと読めないところがあっておそらく合格率これを基準にするので、まあ、難しくなれば、えーまあ、基準点は下がる、えー、簡単になればさらに上がってくるという状況なのでね、まあ、連動はしていくものの、まあ、多少どうななるかは不明なところではあります、まあ、ところでここは僕一つ言えるかなと思うんですけれども、まあ、あの令和の3年からまあ国家資格、えー、ということでね前提としての、えーまあ、試験となったのでおそらく。 合格率とかはそれほど大きく変わるもんじゃないかなと思います。でそうなってくると昨年の試験ちょっと嫌なところがあるんですが50問のうちの40問これ取らなきゃいけないっていうとまあこれ、まあ、裏を返せば内容が簡単だったということはあるんですけれども、えー、50問中40問10問のうち8問これ取らなきゃいけないっていうことなのでこれ4択といえども結構これは厳しいですね。えー、というのは。 ミスをしてしまうとかなり致命傷になるということね。えー、まあ一問一問がかなり重いということなんですね。えー、それとまあこの辺はですね、まあ正確なところはどういう基準で試験を作ってるかっていうのが不明ですが、おそらくですね、この合格基準点は試験を作った人たちはあ高すぎたかな。 この基準点ね、えー、何かというとおそらく合格率ということを中心に考えた時に、まあ、約3割の人がまあ40点取ってるっていうことはちょっと想定外だったんじゃないかなとは感じます。えー、というのはですねこの合格の基準がまあ50点のうち40点になってしまうと、まあ、先ほど言ったミスができないという性質の知見になってしまうことと、えー、まあ極端な話ですね。 えー、試験勉強自体をそれほど多く書けなくても、まあ、コツをつかんで、えーまあ、極端な言い方をすると一夜漬けは無理だったとしても1週間ガーッとやれば受かるような試験になってしまうんですね内容自体が簡単だから、はい、それから、えー、やっぱりもう、えー、一時だけの勉強だけでやってしまうということなので、まあ、どうしても、えー、その後知識が続かないということなのでおそらく、まあ、実施団体自体は。 ちょっと簡単な内容自体がね想定よりもちょっと結果として簡単だったので内容を、まあ、この基準点を下げるために少し難しくはしてくるかなっていう気はしますね。というのはやはり、まあ、50点の4択となるとおおよそですね、まあ、どのような資格でもだいたい7割ぐらいがやっぱり基準点になるのが一番手ごろというかねやっぱり講座あの、まあ、試験の交差とした性質が一番いいんですね。 え簡単すぎると一、まあ、夜漬けとか一週間漬けでねポーンってやれば受かってしまうでその反面ミスが起こしたらもうこれね、えー、致命傷となるというのでちょっと、えー、ずれてしまうような能力これになってしまいます。で難しすぎると、まあ、4択ですからラッキーパンチも生んで、えー、逆に勉強してないやつがね、えーまあ、あこれが受かってしまうということとなりますのでちょうど場合がいいまあ 他の不動産系の資格なんかを見てみるとことごとく50問で実施される不動産系の資格なんかは合格率こそねピンキリというかねえ下の方は数パーセントのものがあったりするんですが結果論として大体合格基準点が7割前後。 というふうになってますので、まあ、ここは多少ね、えー、難しくなってくるかなとは思ってください。はい、えー、人数等々に関しても、まあ、これは、えー、ま受験者が増えるとそのままね、えー、合格者が増えるので、まあ、気にしていただくのは、えー、まあ、えー、この合格率あるいは合格基準点ですね。で、まあまあ後ほど見ますが、えー、今の31%、30%だったら今年の勉強で絶対なんとかなりますというところね、えー、そこにね、えー、自分の中で言い聞かけさせてみてくださいですね。はい。 ではそうですね、えー、まあ試験まあ後ほどまた宅建士との関連で中身を見ていきたいと思いますがどういった資格かというところね、えー、こちらが2ページ目から入っています、えー、関数字の2番目ですね、えー、賃貸住宅管理業法において 賃貸不動産経営管理者が果たすべき役割として、ねまあ、これは規定されているということなんですがこれ、まあ、内情を言いますと、えー、ここの賃貸住宅管理業法というふうにある以上はやはり賃貸住宅管理業、まあ、こ,れこの業者を規制する法律ということなんですがこれはでてホヤホヤの法律です、えー施まあ、全面的に施行されていったのが昨年の2011年の6月。 ねえー、ですから、まあ、ここは1年間の余裕があるので、えーまあ、今年の6月、えーまあ、までは、まあ、準備段階も踏まえて強制力は実際に今年の、えーまあ、6月から、ね、生まれてくるということなんですが、まあ、実を言うとこの賃貸住宅管理業というのはそれまでは、まあ、フリーの業務、まあ、フリーの業務というのは、まあ、行政的な許認可などは一切いりませんど、えー、どうどやりたい人は明日からでもやってくださいという業界だったんですね。 えー、不動産に関連した業界でこういったフリーというフリーというかね何の許認可もなくてできるっていうのはあまりありませんでしたがやはりさまざまな問題が出てきたのでこの賃貸住宅を管理する業これはもう昨年施行された6月に施行されてからね、えー、まあこれは。 国に登録をしてからでないとできないということで、ね、で登録しなかったら、これは無登録ということで。一番厳しい罰則ね、でこのまあ行政上のこう登録をこれ要求しているということと、まあ登録してる業者しかできませんから。えー、それ以外そのね、無登録。 で取り締ま,りますそれから登録しているよはやはり何らかのね、えー、やっぱり、えー、違反とかあったらもうしっかり罰しようというところからありますので、まあ、かなりまあ厳しくされますそれが今、移行団体なので昨年実施されて、まあ、1年内に現在ね登録してくださいそれから賃貸管理士などもね置いてくださいというふうになっていくのでこれからどん,どん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 賃貸管理士これがやっぱり要望として増えてくるところと思います。 そしてこの賃貸住宅管理業法において、えー、この賃貸管理士がどういう立ち位置かというところですが少しややこしいところがあるので、ね、読み上げていきます。ね。 賃貸住宅管理業の従業者が行う賃貸業務等の質を担保する必要があることからいろいろ不祥事があったりしてそれからこれからはしっかりした業界にしようということで、まあ、従業者等の質を、ねえー、担保するために賃貸住宅管理業は従業員が行うち、えー、管理業務等の指導監督を行うために必要な知識や能力等を一定要件備えるものこの、えー、業務管理者っていうのが要求されるようになりました。 さまざまな業界で何とか管理士っていうのがいろいろ聞かあと思います。あの運行系のまあ業界だと運行管理士とかね、運行管理者とかこういう形でね、それからまあ建築系だと経営管理者などなどのねいう形でありますが、この管理者まあ管理する立場の人間これをやはりねまあ強制的にまあ置かなければいけないっていうこととなります。まああのこの設置義務自体は今年のもう6月までにねちゃんと用意しとかなきゃいけない。 っていうところ、まあだからこそ昨年実施された、えー、賃貸、えー、不動産経営管理者の試験がね、まあ国家資格を前提にっていうことなんですね。あれ名前ちゃうな。と一瞬、うん、そうなんですね。えー、実を言うと二段階方式になってこの賃貸 賃貸住宅経営管理士に関してはこの業務管理者になるための資格というふうに考えておいてくださいこの業務管理者はです、ねえーまあ、事務所ごとに1人以上選任しなければいけないということで管理監督する立場なんですがその業務管理者になりえる、まあ、1つの資格としてあるのが賃貸不動産経営管理士ということとなっていきます。はい、賃貸不動産経営管理士ね、はい はいまあそれが一つね、えー、この業務管理者のある資格を有するということなのでまあ、ちょっと間接的ではありますがこの賃貸住宅管理業においては賃貸不動産経営管理者、まあ、これが求められているという状況です実際にはまだですねなかなかこの人数的に足りないところがありますので関連資格である宅地建物取引士・宅建士ですね宅建士の力を借りて今現在は 宅建士の資格を持ってちょっとルートは違うんですけれども、まあ、業務管理士になる道これ業務管理者になる道ねこれは用意してますがいずれかを持ってでそのうちですけれどもやはりね独立的にこの賃貸不動産経営管理士こちらが、まあ、業務管理者を担っていくということとなるかと思いますのでね、まあ、いずれにせよこの賃貸住宅管理業界において必要な資格これが 賃貸不動産経営管理士ですね、えー、で独占業務自体は、えー、ありませんけれども管理監督する立場なのでかなり責任が重いなので、えー、やはり知識を優先をそれからするよな責任、えー、これを優先をということでさまざ、あ、まな方面からやはり試験でも、ね、問われるということとなります。実際にこの賃貸住宅、えーまあえー、経営管理士はね、えー、これがまあ行う業務としては、えー、そうですね。 その契約締結前の重要事項の説明、えー、まあこれの交付とか、ねえー、説明に関する業務、えー、それに管理、監督していきます、それから維持、保全に実施に関する事項などなどやっぱり、えー、賃貸住宅管理業において、まあ、かなりです、ねえー、重要な業務、これの管理、監督していく、これの立場がこれが賃貸住宅 あ失礼賃貸不動産、ね、経営管理士ということとなりますのでねはいっいとところですは,いではえー、もう一つちょっとあるんですが隣の、えー、3ページですが、まあ、よくいわゆるサブリース・サブリース業界 とありますすが、そのサブリース業界ですね、えー、これも実を言うと、まあ、管理するっていうことは確かなので同じように登録が義務付けられていくということとなりますかねサブリースする業者ね。それからサブリース業者に関しては、まあ、あのいわゆる、えー、広告等に関しても、ね、規制を受けるというところもあったりするんですが、まあ、いずれにせよ今までやっぱりサブリース業界、えー、これも、まあ、いつともサブリースに関するところだったら、まあ、フリーなわけですね。えー、ところが、まあ、サブリースでも、まあ、おおよそ、まあ 管理する状況となってきた場合は、えー、ですねやっぱりここのね賃貸住宅、えーまあ、管理業ということで登録していかなきゃいけない、まあ、そうなってくるとこのサブリース業界もね、えー、賃貸不動産経営管理士これ自体がね、まあ、要求されていくということなのでまあこれだけのところから、えー、今までねフリーだった業界からごそっとやっぱりニーズが出てくるのでまあそら、えー、賃貸不動産経営管理士ねまあここは、まあ、要求がまあ くては余ったあということとなるでしょうね。だからこそ今現在は、えー、人数的にちょっと足りないという状況なんでしょうね。まあ他県の力を借りているという状況となります。はい。でこの業界自体がもう一つどういう、えー、ところがあるかっていうところなんですが。 ややっっぱりあの宅建業をてるところがやっぱり多いでしょうかね、えー、この賃貸住宅管理業となるとねあの純電たる管理業それからサブリース業も踏まえて多くはえ関連会社あるいは自社の中でえやっぱりね宅建業をやってるところがありますので非常に関連強い、まあ、だからこそまあ今のところは宅建士であってもね業務管理者の道をこれ出てきてるというところなんで、まあ、どうしてもやっぱりえまあ皆さんの中でもちょっと冒頭言ったと思いますが。 宅建士の知識を、ね、生かしてなど、どのとありますので、その辺少し試験内容のところ、増えたいと思いますので、えー、3ページ以降はまああの、えー、国土交通省がまあ用意している資料なので、えー、分かりにくいような、分かりやすいのようなとがあるので、えー、まあこれは飛ばしていただいて結構です。はい、で、7ページまで進みますと、こちらに、関数字3番目ですね、えー、賃貸不動産経営管理士、科目別特典戦略。まああのえー、昨年 えそれから落とし、ね、50問出題されておおよそどういう感じで出題されてるかっていうところの50問の分析ともう一つはまあ宅建史とまあどういう関連性があるかっていうところねまあ、そこからあこれだったら短期でいけるかな、えー、今年しっかり勉強したらいけるかなっていうのでね、えー、まあ確認していただければと思いますはい、一番上の賃貸借関係としてありますが、えー、昨年は50問のうち9問が出題されましたはい、その下の 管理受託、まあ、契約も踏まえてこれ標準受託契約書などなども踏まえて9問それからサブリース型の管理ですね、えー、これもやはり9問ということですねから実務知識、えー、まあ金銭の管理などが13問まあその他建築や設備の知識も結構な割合10問で出てきます合計50問ということですがまあ、特に上部の方上の方ね まあかなりまあ宅検士とのまあ知識的な親和性とありますが関連性がかなりありますというところですねそれからもう一つちょっと可能性があるのは先ほど過去6年の試験の実施の,案内,、まあ、実施の内容を見たときにですね40点の言うのは想定上かなりまあまあ言い方変えれば簡単だったのでもう少し難しくなるでしょうと。 っていうふうふに考えると、まあ、どうしてもこの法令系のね、えー、ところを難しくしてくるだろう。えー、まあ今までの取材があんまりなかったような、えー、まあ 具体的な民法上の相続であったりね、えー、それからまあ不法行為だったりそういうところも踏まえて出題が増えてくるんじゃないかなっていうところになると余計にととの、ね、関連性はまあ多くなるところですね、はい、その他は具体的に宅建んで取材っていうのはないんですけれどもかなり関連的なところが、ね、あったりするので、まあ、ここはもしもし、えー、まあ昨年ちゃんと宅建ん受かりましたあるいは、えー、まあ今年も合わせて勉強してるっていう方なんかは合わせてこのね 賃貸不動産経営管理士、えー、これの、ね、試験も考えていただければと思います、はい、であとはまあ勉強方法などなどっていうことなんですが、まあ、基本的にはやはりね、まあ、出るところを絞ってやっていって短期に受かるっていうところなんですがやっぱりそうなってくるとまあきちょっと最後にね案内していきますが案内させていただきますがレクのようなね予備校これのサポートこれ受けながらっていうのがやっぱり 早いいと思いますで、えー、レジュメのところの最終ページに、えーまあ、今現在、まあ、受講などを考えていただくとかなりお得ですよっていうことでね、えー、コースの割引などなどが書いてありますがこれ、まあ、ちょっと、えー、この、えーまあ、今年に関してね、えー、レックの賃貸、えー、不動産経営管理士についての、まあ、この、えー、講座なんですが。 うまい具合に皆さんの今の実力に応じて用意してますのでそこをちょっと見ていただければと思いますね。でお持ちの方はこのカラーのパンフレットの講座の案内のところの3ページ えー、ピンク色ですね、えー、その横の、えー、4ページこれは緑そして1ページめくっていただいて、えー、これが、えー、紫かかった青となってますかね、えー、ですねそれぞれ、まあ、あのパックで申し込んでいただくとかなりお安くなってるんですけど3つのパックあるのでそこの違いだけ見させててくださいまずですね3ページにある合格フルパックというのは 特に、えー、まあ不動産に関連する知覚自体を、まあ、初めて勉強する法律系初めて勉強するという方々にお勧めしてて初めてそして少し余裕を持った時間でね、えー、まあ早期から勉強して確実に受かっていこうというものが、えー、まあ合格フルパックということになります、あ。若干ですががお値段が、ねえー、他のパックに比べると、 高くなってますがその分やっぱり割引も効いてますので,、えー、です内容は、まあ、法律とはそれからその他どういうものかっていうところ入門講座から始まって、えー、知識を入れていくスタンダード講座それから過去問を演習する講座などなどね、えー、入ったものですねまあフル,フルで入ってる、えー、合格フルパックと思ってください、はい、隣のページの4ページ合格スタンダードパックですね 多少ですけれども法律学習やそれから、えー、不動産に関する、ねえー、知識をお持ちの方、まあ、あの先ほどの合格フルパックに比べるとあの入門講座まあこれを抜いて、えーまあ、実際的に、ね、実践的な合格スタンダードこれダーからインプットの講座ですねこちらからやっていこうというものね、えー、このインプットの講座で11回、えー、で過去問演習講座で4回ということでこの合格スタンダード講座の中に含まれているものが一緒、えー、先ほどの、ねえー、この合格フルパックと同じと思ってください。 でさらにもう一つがあの特に今年卓、えーまあ、建士と一緒に勉強したり、えー、それから他の関連資格と一緒に勉強をしている中でとてもとても、えーまあ、春終わった夏前から時間が取れない方ね、えー、特に秋口から短期でガーッと集中してやりたいっていう方におすすめしているのが合格。 プライムパックとね、えーですはい、回数自体がかなりギュッと凝縮されているんですがそこは、まあ、かなりというか卓研試験などで勉強してるっていうところを、まあ、そこを踏まえてやるとね、えーまあ、短期で、えー、いけますということで日程的にも回数も約半分ぐらいでね、えー、凝縮してやっていこうというのがこの合格プライムパックと。 なります、まあそれぞれ皆さんの,、まあ、あの知識に応じてそれからまあ時間に応じていろいろなねものがありますので、まあ、そこは具体的に、えー、学校へいらっしゃる方ね、まあ、スタッフがここが対応しますので聞いていただければと思います。はい、で、まあ、ネットインターネットなんかでも、まあ、多少ですがね、えー、これの紹介をしておりますので是非是非まあ 今回、えー、受けようと思っていただいてやっぱりねこの映像を見ていただいているとは思いますのでねこれを逃すとやっぱり先々になりますのでぜひぜひ、えー、今年、まあ、せっかくですね、えー、しかもあのこの先の難易度を考えると。 やはりやっぱ早め早めに合格するっていうことがやっぱり鉄則ですのでねその辺を考えていただいて私たちと一緒にね琴ノ内の秋試験に向けて頑張っていきたいと思いますのでその点考えてねいろいろ私たちにできることであったらお手伝いしますということでご案内させていただきました、はい、今回の、えーまあえー、賃貸不動産経営課に資格説明会としては以上となりますがね、まあ、この後もまも、あ、続々と、えーまあ、資格説明会それからまあ講座自体 まあえー、いろんな学校でね、えーまあ、これ実施されますので、えー、ぜひぜひそちらの方にね、えーまあ、ちょっと経験に頂いて、えー、というとこもあ,ありますのでその辺鑑み、えー、てねよろしくお願いします。はいでは、えーまあえー、短い時間でしたがねお付き合い頂いてありがとうございました。